はい、再開。それじゃあ、前回頼まれた見張り台の、なんだっけ、生き残りを確かめに行くんですね。それじゃあ、見張り台に行きましょうか。はい、行きまーす。んなところに洞窟が。行ってみたいね。はい、見張り台までやってきました。みんな無事だといいんですけど。で、ここに出てくる敵って、ここに出てくる敵って、氷属性の攻撃をよくしてくるので、あ、これですね。炎の剣とかを装備しておいた方がいいのかなと思うんですが、どうなんでしょうね、これ。炎の盾が氷を退ける盾か。あ、そうかそうか。炎の盾が炎を防ぐわけじゃないんですよね。そういうのにちょっとややこしいですね。炎の剣、装備しておきますか。はい、結局ですね、今日はマインゴーシュ。で、ゆきちゃんも、戦士タイプの装備にしております。炎の剣と炎の盾。今は銃を一回封印して、まあ、探検家の個性が死んでしまうんですけど。まあ、そこは臨機応変ということで、これで行ってみようと思います。はい、じゃあ行きましょう。こっちに行けばいいんですよね。上に行ってくれって言ってましたからね。はい、じゃあどんどん上に上がっていきましょう。なんだこれ。飛び降りられるのかと思ったんやけど、そういうんじゃなかったね。まあ、さっき一戦戦ったんですけど、いまいちね、炎の数字、そんなに強くないかなと思っちゃいましたね。アクアフライは衝撃の精霊が効かないのか。空中に浮いてるからかな。地震的な属性なのかもしれない。あ、アクアフライには炎は効かないのか。空いてるところは何なんだろうな。ブリザードバーンね。炎の全体系の技がないんでね。それはちょっと厄介ですよね。なかなか硬いし。敵が強いかな。なんか怪しくて調べてしまうんですけど、何もないみたいですね。ああ、これで兵士の無事を確認していかないといけないんですね。たまに生きてる人がいるのかもしれない。腐ったハサミって、カニじゃないんですか。腐ったカニじゃないんですか、それは。毒に、
毒持ちが多い。あ、多いってことはない。回復がなかなかきついね。ここには生存者はいないようですね。この人も死んでいるみたい。お、魔物が。あの中にいる人は生き残ってるな。あの人を助けようと。というわけですね。装備どうしようかな。まあ、この辺りの敵なんで、氷属性の技を使ってくるであろうとは思ってるんですが、ジョーのリボルバーもね、結構な火力がありますからね。こっちも捨てがたい。まあいいか。火力はまさに頼んで。火力に関してはね。じゃあ行きましょうか。魔物に攻撃を仕掛けますか。まあ、捨てやるしかないってことですね。パープルデビル。気持ち悪いなぁ。まあ、歪む表面。どうせ効かないでしょうけど。一応ね。まず、何から行くか。巨人の大盾かな。何で行こうか。そうやなぁ。知性を上げるか。賢者の法人。ああ、やっぱり。うわぁ、きてぇな、これ。これは強いなぁ。やっぱり歪む表面は効かないと。どうしよう。防御するか。といっても敵が、さっきみたいに霊気の精霊を打ってきたら、あまり意味がない。どうしようかな。鋼砕きかな。うまさが殴ってもらうと。ここは、祝福の風しかないかな。毒。か。回復するしかないね。回復しよう。もう一回祝福。リンダの MP がつきそうですね。うん。このパープルデビルは、だいぶ強いな。かなり強いですね。これ無理かなって感じですね。祝福かな。お、配信が2回連続で。これが立て続けに出てくれれば楽なんですけど、そううまくはいかない。強戦士の頃やね。で、回復と。相手が霊気の精霊を打ってこなければ、さほど苦しい相手ではないな。あ、でも、魔法の、リンダの MP がつきちゃうと、きついですね。いっとくか。マサめちゃめちゃ強いな。何行こうかな。
水の階段とか使ってみようかな。湿布いってみようか。で、どうするかな。癒しの雫かな。死んだ。死んじゃった。黄泉の門を使う余裕はないかな。おうよ。黄泉の門はいいか。ゆきちゃんは倒れたままでいても悪いけど。防御。防御かな。なんだろう。防御しようか。ひたすら攻めるしかないかな。ひたすら攻めていきましょう。はい、ここ。お、もうマサ、マサが強すぎる。ありがとう、マサ。マサの会心の一撃だけで勝ったようなもの。どうしよう、回復しようかな。回復しようか。ここで死んじゃうとまためんどくさいんでね。と言ってもみんなやばいですけど。みんなの MP がつけたのがきついですね。扉を固く閉ざされている。ほほほほ。誰かいるのか。救助に来てくれたのか。待て、今扉を。はい。ほほほほ、助かった。魔物に襲撃されて怪我を負ってしまい、部屋から出るに出られなかったんだ。ここは沼津の王の塔が近い。襲撃は想定済みだったのだが、実際には総崩れになってもだ。今の状況下で取る手段は一つ。地下の火薬だろに火を放ち、この見張り台ごと敵を、ごほご。ここの隊長としてこれだけは成功させなくては。さあ、君たちは早く退避するんだ。いや、隊長さんを、放っておいてはいけないと。そういうことでしょう。では、君は地下へ向かってくるのか。いいでしょう。すまない。正直なところ、生きて戻る自信はなかったんだ。君が最後の希望だ。頼んだぞ。ゴーゴー。いて、スノーローブで再開しよう。おお。これはいい選択を取れた。でしょうね。ここは隊長の部屋って感じ？いやー、今の戦いで、ものすごい打撃を食らってしまいまして、もうみんな死にかけですね。やばいですね。癒しの霧じゃね、全然回復できないんですよ。ここなんだ。何もないのかい。これは死んじまうかもな。死者の道までたどり着ければ。うわぁ、これはきついな。これはきついっすね。これ無理臭いですね。みんな満身創痍ですからね。
さあ、どうする？さあ、どうする？ゆきちゃんが倒れてしまいました。こういう MP が尽きた時にかまいたちの杖がある程度役に立ちますね。癒しの杖振りまくった方がいいかな。癒しの杖振りまくろうか。ちょっと待ってとか。はい、とりあえず抜けられたんで、はい、脱出できましたね。一回スノーローブに帰ります。隊長様も帰ってるのかな。おい、大変なことになってるぞ。見張りたい。何かあったのでしょうか。じゃねえよって感じよね。毒を回復しよう。毒が結構、毒を食らわせてくるやつがなかなか多かったですね。多めに毒結晶を持っておいた方が良さそうですね。じゃあ、ゆきちゃんを復活させて、一回寝ましょうか。はい、じゃあ一旦寝ます。今一晩寝てる暇があるけど、見張り台の方は大丈夫なんだろうか。下に行ったね、あの、兵士さん。無事かな？まあ申し訳、兵士さんには申し訳ないですけど、一回止めさせてもらいましょう。ありがとうございました。さよなら。